このゲームは今までの電車で D のゲーム CD を入れて起動すると遊べる車両が増えます。ぜひご利用ください。夢を描く迫る現実の早やさ迷って進む黒い夜の狭間あがく君のその手が掴むのは何か弱気を抑えてと震える手に指を絡めた価値なんて捨ててよ今 You don't cry 過ぎ去る窓映る己の過去払い君は今日も明日も駆け抜く挑戦者夜明けに何願うその想いも捨てて君にいつか見えるのそして見えた先には続くよねば Ending Line 電車で D クライマックスステージ。さて、余裕の後追いだな。見せてもらうぜ、人保戦で負けなしと言われた実力の片鱗をな。なんだこれ、気のせいか、乗りやすい。ビビって抑えてちゃダメなのか。開けた方がコントロールできる。よし、これならいけるかも。足回りのセッティングってやつは出力とのバランスで変わっていく。主電動機を乗せ替えてからずっとあいつが思い通りに走れないと言い続けてきたのは当然のことだ。なぜなら主電動機の本来のパワーを出さない限りマスコン操作でスライドのコントロールをすることはほとんど無理な、そういうセッティングになっていたんだ。高回転域のパワーを使ってストレートを速く走ることだけじゃない、出力を上げることによってワンランク速いレベルで曲がりのコントロールができるんだ。気づけよ、タケミ。お前のテクがあれば今度の2戦はマジで早えぞ。北鈴ランダイを流しっぱなしでクリアかよ。初めてここを走るやつの走りじゃねえな。2本目は高みの見物を決め込むつもりだったが、とんでもねえやつだ。峠で速いやつが一番かっこいいんだ。イケてるぜお前。しびれまくるぜ。世の中にはすげえやつがいる。負けねえぞ。タフなバトルになるぜこいつは。
すげえ。ダウンヒルに入ると過激さが倍化しやがる。あんなはちゃめちゃなドリフトに見えてもラインはどんどん正確になっていくのはどういうことだ。あんなこと俺には絶対真似できない。まるで神業だ。鳥肌立つ。施設王国関西エリアで負けてないって理由は分かってきたぜ。だがお前がどんなにすごくても俺は負けないんだ。俺のモチベーションはめちゃめちゃ高えぜ。アドレナリンドッパドパだ。本当に面白くなるのはここからだぜ。派手に行こうや。しみったれた走りに変わりやがったらケツからドカンとやるぜ。つくづく荷重移動のうまいやつだ。条件が悪くなればなるほどあいつの走りは逆に冴えていくような気がする。切れた方が負けだ。ここは我慢比べだぜ。エリアで負けなしって意味が分かったぜ。いつきくん、私ね、地元に帰ろうと思うの。もうここには戻らない。いろいろありがとう。さようなら。振り向くのが怖い。新鉄の急勾配で全 M の2800に全く遅れを取っていない。大したもんだぜ。車がかドライバーがか。ケンタの情報のおかげでいいものが見られたぜ。あいつ一体どこからこういう情報を仕入れてくるんだろうな。
り方になっちまったが、悪く思うなよ。待ち伏せかよ。そこまで絡んでくるならちょっとだけ付き合ってやる。温泉を開けろ、健太。三影三号線に退避しろ。分かってねえな、2800の兄ちゃん。俺たちが地元でバトルしないのは、どんな奴が相手でも本気出さねえで勝てるからだ。見合ってほどわからせてやるぜ。上り加速でついてこれんのか。なんだこの車。ケイスケさんの8200に立ち上がりでついてくなんて、なんなんだあれは。ゼニムってだけじゃない、うまいやつだぜあの2800。ダメだ、ついていけない。チクショ。ここからかなりヤバいゾーンに突っ込んでいくぜ。どこまでついてこれる。抜いてっとぶち抜くぜ。たっく、偽乗りってやつは、どいつもこいつも。やっちまったな。やっぱドリフトはまだ早えんだよ。とにかく怪我がなくてよかったな。司令には俺が連絡するから、お前列車防護してこいよ。三宮方は見通し不良だからさ。こんなにすんなり会えるとは思ってなかった。列車を仕立てて入ってくれば嫌でもわかるからな。堂々と自走してきやがって。それなら覚えてるけど、俺にとってはこいつがいい車なんです。この車は前とは違います。これじゃダメですか。いいだろう。俺にとってもやり残したバトルだ。ここでケリをつけてやる。横浜を過ぎて大きな鉄橋を3つ渡る。最後の鉄橋 JR のオーバーパスを渡り切った
品川がゴール。ゴールまでに抜かれたら俺の負け。抜かれずに逃げ切れたら俺の勝ち。なるほど、大見えを切るだけあって少しは速くなってるな。だがいくらチューニングしたところで所詮抵抗制御の旧式車。こっちは 3VF インバーター制御だ。40年の差ってやつを嫌ってほど思い知らせてやる。俺は気に食わないな、藤原の態度が。兄貴がわざわざチームへの誘いに行ったってのに返事もしないままケーキより出張かよ。あいつ俺たちより須藤の方が上だと思ってんの。そう単純に考えるなよ。藤原は遠征チームの話には興味を持っている。ただ今のところは自信がなくて迷ってるだけだ。だからケーキに乗り込んだのも京一に対しては単なるリベンジじゃないだろう。むしろ自分で確かめたいことがあるんじゃないかな。2000回の戦闘力と自分のテクニックが京一の2100にどこまで迫れるかを。何とも不思議な車に乗って、パワーは格段に上がっているようだが、何よりも加減速の挙動が以前と全く違う。超高回転型の主電動機のタダンマスコンというところか。確かに覚えて乗りこなせるかもしれない。小賢しいぜ。その程度パワードバイシーミンスに勝てると思っているのか。くっそ、誰だ。京急が高速コースターなんて言ったのは。首都圏では高速運転で鳴らしている京浜急行だが、横浜を境に性格はガラリと変わる。横浜伊東はほぼ直線の高速コース、横浜以南は海岸線を縫うコーナーとトンネルの連続。しかも高低差はあるが標高差は小さい。藤原には不利な条件ばかりだな。なんか気が重くなってきたな。ただ俺にも予想できない要素が一つある。新しい主電動機と制御装置を手に入れた2000回、あれがどこまでやれる車なのか掴みきれていないんだ。新鉄バトルでポテンシャルを出し切っていたとは考えにくいからな。こちら神戸選手、温泉場には一線を止めて立ち話をするんじゃない。なるほど、やっとわかったぜ。違うと言っていた意味が、確かに違う車だ。ここをこんな風に走るやつは初めて見るぜ。だが速さにつながらなければそれはただの曲芸に終わる。阪急で凌介がそうであるように、ここでは俺がエンペラーだ。狙った獲物は逃がさねえ。京急本線は横浜を境目に完全に性格が違う。横浜以南は短いストレートと中低速コーナーの嫌になるような繰り返しだ。丘陵地帯を縫うように進み、いくつもの山岳トンネルを抜ける。どんな奴が来てもここでは京一にかなわない。京急本線で鍛えられたテクニックにかかれば、高速運転で鳴らす2100がまるでコマネズミのようにくるくる回る。派手さはないが、年季の入った職人のように渋い仕事をする。京一は中低速コーナーの鉄人なんだ。どんな奴が来ても京一には勝てっこねえんだ。か
上大岡を過ぎて二列車が絡んだままだってよ。ふーん、意外じゃねえか。いや、相手は関西ナンバーワンの下り屋だからな。勝負は品川手前八ツ山古戦線路橋、来ると分かっていてもかわせない。大一のカウンターアタックで全てが終わる。つうか終わってんのは俺か。もう少し楽に仕留められると思っていたが、確実に行けるところまで待つか。もうすぐこのテクニカルセクションも終わる。2000もそこで失速だ。俺のカウンターアタックからは絶対に逃げられないぜ。熟練した走り屋ほどこのトラップにはまる。それはテクニックとは別な人間の本能的な感覚だからだ。渡辺通過、次は駅。なんだよ今のは。一瞬ホームみたいなのが見えたぜ。くそ、ただでさえ変な色の河川柱がチラチラして鬱陶しいのに。まったく訳が分かんねえ。京急本線の落とし穴は見慣れない緑の河川柱、旧平沼駅。そして嫌というほど続くワインディングに慣れきった感覚が横浜伊東の高速サイドに対応できないことだ。高速サイドへ一発で切り替えられた奴はいない。たった一人を除いては、そう、あいつだけは。ここから首都圏屈指の高速コース。テクニカルセクションはこれで終わる。ここからは本物のパワーが必要なんだ。やるぜ、須藤恭一流勝利の方程式。気が遠くなるほど長いストレートの先に思い出したように現れる高速コーナー。低速セクションに鳴らされた感覚には心臓が飛び出すほど恐ろしい。ペースを作れず突っ込みのタイミングを見誤る。鼻先をちょいとねじ込んでおけば橋の上でインとアウトが入れ替わっていつも通りのフィニッシュだ。この勝負もらったぜ。
爪の端。下り勾配のすぐ先に中速コーナー、続けて制限40-25の死刑。突っ張っても無様なだけだ。減速して楽になれ。なあ、フランジ削って走ってやがる。バカが死にてえか。曲がれっこねえ。いける、曲がる、曲がってくれ俺の2000。曲がりやがった。いいね、負けんな。ダメだ、届かねえ。乾杯だ。最後の死刑に、普通の神経ならあんな無茶な突っ込みはしない。確信はあったのか。俺、見えてるんですよ。あの時も自分の車の外側の車輪が、これから通っていく曲線がはっきりと見えている。よく来たな。早速始めるか。5、4、3、2、1。ゼロ。やっぱり匠の2000はすごいぜ。スタートダッシュで1秒以上前に出てるな。2コマまでは延々と上りが続くからな。これじゃバトルにならんぜ。何にせよ言ってくれてよかった。そうか、分かった。ご苦労だった。何が気になるのか知らねえけど、こんなつまんねえバトルわざわざ見に来る必要があるのか。移動車が電車に勝てるわけねえだろ。勝って当然、負けはありえない。そう言って40年前のポンコツに完膚なきまでに叩きのめされたバカがここに2人もいるんだがな。あの小柏と元国鉄マンの父親に直々に英才教育を受けた相当なやり手だそうだ。わざわざ向こうからコースを指定して乗り込んできたのか。何か策があるかも間違いない。スタートじゃ出遅れた計算のうちだから。なあ兄貴、いつも思うんだけど、どこからそういう話を仕入れてくるんだ。それは言えん。確かにこいつはまともな半径2000系じゃないぞ。ここまで話されるのは予想外だが、まだ射程内だ。相手を先行させて後ろから追い抜くことはボクシングで言えば KO 勝ちだと親父は言えなかった。上等だぜ。俺にしたって望むところだ。寝てる4両を起こせば難しい話じゃない。嫌な感じがする。はっきりとは分からねえけど、結構離れてるはずなのに、ビリビリと伝わってくる。何か来る。こんな風に走るやつは初めて見たぜ。おい、新大宮では200メートルくらい差がついてたはずなのに追いついてるぜ。 2000cc ガスタービン。なんだこの中間車は。本当にガスタービン当初なのか。悪いが、ここでバトルは一旦リセットだ。指導者だからって舐めてると痛い目見るぜ。ガスタービン4両、ディーゼル4両のハイブリッド編成。なるほど、そうきたか。鉄道用エンジンとしては実用化には至らなかったが、
経済性を問題にしないバトル専用仕様なら、あるいは学園前、阪急2000が先行してます。小柏のやつも案外口ほどじゃねえな。今日一でさえ捕まえきれなかった阪急2000なんだ。先行させたらどうにもならねえだろ。ディーゼルで上りじゃな。どうかな。小型軽量高出力だが、出力特性に難がある。ガスタービンエンジンの戦闘力は未知数だ。小柏も何も考えずに近鉄奈良線を選んだわけじゃないだろう。近鉄奈良線は山越え路線の割にタイトなコーナーは少ないからな。どちらもハイスピードなコーナリングが慎重なだけに、土壇場での一発勝負を左右するのはデータでは見えない何かかもしれないな。すごい勢いで追い上げてきたと思ったら、抜かずに食いついたままかよ。なんだこいつ。コーナーが早い。手ごわいぜ藤原拓海。こいつに生半可な仕掛けは通用しない。親父、やっぱあれをやるしかなさそうだぜ。マスコンワークだ。敵ながら惚れ惚れするぜ。パッシングポイントが少ない上に全く隙がない。ミスを待ってたらそのままゴールしまうな。決めた。石切り通過で仕掛けるぜ。けどよ、このままだと先行してる阪急の方が有利なんじゃねえか。ダウンヒルに入ったらあいつを捕まえるだけでも至難の業だべ。本当に策なんてあるのかよ。一言で言えばラインだ。鉄道ではありえない究極の走行ライン。単線区間で先行列車をぶち抜くため、土産線特急だけのスペシャルラインがある。土産線スペシャル、なんのことだ。それはな。あーてめえ、なんてことを。たった今からてめえはエンペラーのケイスケ君だ。いいな。よくねえ、つうかわけわかんねえ。殺すぞ。おお、おはよう。こんにちは、僕、ケイスケ君。そりゃオウムじゃねえか、バカ野郎。あれ、声が遅れて聞いて。人形がやる芸じゃねえだろ、アホ。もっと殴ることはねえだろ。バカになったらどうすんだよ。それ以上バカになるならぜひ見てみよう。すみません、もう十分バカです、はい。ああ、何しやがるんだ、てめえ。はい。凌介、てめえ、待てこら。どうしたんだ、兄貴。ここだ。いっけー。なんだそれ、飛んでる。抜かれた。そんなのありかよ。悪く思うなよ。インベタのさらにインとは空中を描くラインだ。高低差のある地形だからできる掟破りの短絡線、土産線スペシャルラインだ。もう一丁。一発でジャンプをクリアしてきやがった。
運転センスの塊みたいなやつだぜ。けどな、一度俺を前に出したらノーチャンスだ。このまま一気に難波まで突っ走るぜ。この勝負勝った。親父の言った通り負けるな。これはそういえば親父何か言ってたな。思い出さなきゃ。いいか、一度しか言わねえぞ。木田太郎ってよ、実はずしかも図に点々って、この後なんて言ってたっけ。やっべえ、すっげえ気になるぜ。絶対に防げない走行ラインだと。ああ、どうしてそれを巧みに教えなかったんだよ。教えても防ぐのは無理だからさ。単線区間で先行列車をぶち抜く発想がねえとな。単線区間で先行列車をぶち抜く。近鉄ってのは伏せからこっちが複々線になってる。鶴橋を過ぎたら上本町の地上ホームと何倍抜ける地下線に分かれるだろ。ああ、勝負かけるならその最後のポイントしかねえぞって匠に言ったんだ。そこに差し掛かる時は絶対お前が後ろにいるはずだからなって。あいつピンと来ない顔してたけどな、今頃は意味が分かってるからな。抜き方のアドバイスはしたのか。一応な。もし俺の言ったことがあいつに理解できていれば抜き返せる確率は 50% ぐらいある。なんだよ、それでもたった 50% しかないのかよ。少ねえな。当然だ、全力で逃げる相手がいるんだ。テレビゲームじゃねえんだぞ。めちゃめちゃうまい。抜かれて後ろから見るとそれがよくわかる。ついていくだけでもいっぱいな。抜き返すチャンスなんで。親父なんて言ってたっけかな。仕掛けるポイントはラストの複々線区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことわかんないだろう。わかるんだよ、それが。いいから黙って聞いてろ。こっからが重要なんだ。鶴橋を過ぎると複々線が地上と地下に分かれる。それがお前のチャンスだ。高低差を使え。そこまでに勝負が決まってなければお前はもう気がついてるはずだ。親父は小柏があのジャンプで来ることまで読んでいたわけだけど、肝心のその先が分かんねえ。鶴橋通過、複々線が分かるんだって。伏線も終わる。どうしようってんだよ。その先の地下線に入ればもう手も足も出ねえだろ。須藤恭一が捕まえられなかった藤原匠を俺はぶち抜いた。気分だぜ親父、何もかも作戦通りだ。ふくふく線が上と下。分かったぜ親父、ここしかない。ラストチャンス。狭い緩いカーブになってるギリギリ通れる。お前のテクなら並んでいける。もつれて日本橋に飛び込めばあとは運だ。せいぜい頑張ってこい。なんだこの加速は。一体何が起こりやがった。くそ、誰が。It's the memory of anger, hate and dream. I see letters that you've gone ahead and spelled to me. Maybe another day.
どうですか？プロペラシャフトが真っ二つだ。エンジン出力アップに振り子傾斜角増加、シャフトそのものも軽量化して無理させてたからな。とにかくうまく避けてくれて助かったぜ。礼を言うよ。絶対に勝つ自信があったので負けたのはショックだが、いい体験をさせてもらったぜ。でしたが、怪我人はいませんでした。一夜にして復興を遂げた大阪府東部一帯は普段通りの朝を迎え、すげえな東大阪。頑張ろう関西。ガチャで関空？いつき、落ち着け。もしもし、ひばりの立花ですが。はい、はい、ガチャから何回で関空まで？おい、あいつ、回想のままで走る気だぜ。おお、パワーリフト。匠のやつ、いつになく切れてるな。走ってるのはスピードスターズの藤原らしいぜ。こんな雪の日に D 修行なんてよくやるぜ。むしろ雪だからやってるのか。業務連絡、当該列車は蛍ヶ池通過。ひばりから5分足らずで来るな。標定速度110キロ、案外大したことないな。快速急行の3倍だぞ。おい飛んでるぜ。何キロ出してんだ。やっぱり切れてるよなあいつ。しまった。はい。あ、池谷先輩。匠か。どうした？天ガチャ屋って何ですか？お前本当にうちの社員か。知らんと走っとったかい。まず重曹から京都線に入るんだ。次に淡路から堺筋線に入る。そこの終点が天ガチャ屋だ。
ピア。待てよ。おい、夏くん。おい、待てって。お願いです。待ってください。それ意味わかんない。じゃあシリアスだよ。今流行ってんだよ。やれってんだよ。ほら、嫌よ。でシリアスなんてうめえじゃねえか。でシリアス違う。こうえいでシリアス。でシリアス下手くそ。ちゃんとやりなさい。ほらでシリアス。いや、だいたい京急の車掌はそんな放送しない。どう閉めます。え、マジか。はい、ストップ。
ンを使わざるを得ない。ゲームが違うと言わざるを得ない。電車ごっこ強いられているんだ。なんだよその集中線。頭悪いな。助けを呼ぶんなら相手を考えろ。藤原なんかが来れるか。走る、来れるよ。タクミ君は線路を走るのは早いから。運転士なのか。来い、急いでラピートに乗れ。痛い、離して、引っ張らないで。万が一ってこともあるからな。対岸に戻って場所を変える。覚悟しとけよ。俺の気が済むまでは絶対返さねえからな。対向列車？こんな時間に回送列車なんてあったか？なんでも着くのが早すぎる。たくみくん、夏希のために、たくみくん来てくれた。
形式は知らないけど、白鉢巻きを巻いてないってことは相当古いやつだ。夏希、残念だったな。あんなポンコツじゃラピートについてくるのは無理だ。タクミ君ならついてくれるよ、うまいから。ふっ、話になんねえ。あれ、嘘だろ、ありえねえ。なんでこんなにあっさりと追いつかれるんだ。いや、南海本線はほとんど直線だ。最高速度はこっちが上、通勤型に負けるわけがねえ。あ、ダメだ、やっちゃった。大丈夫かミキ。ああ、歩けるか。手を貸すぜ。すまねえな、気を使わせちまって。つかまった。水臭いぜミキ。俺たち負け仲間じゃないか、じゃないか、じゃないか、じゃないか。違うわ、負け仲間じゃないか。あんたなんかと一緒にされたくねえ。ミキ先輩泣いてるよ。だったら心配ねえよ。私ね、東京に転勤するんだ。国際線キャビンアテンダントの養成コースに抜擢されたんだ。国際線はずっと目標にしてたから。たくみくんも一緒に東京に行かない？電車もいっぱい走ってるから仕事もすぐに見つかるよ。できねえよそんなの。じゃあこんな田舎に一生へばりついて暮らす気なの？なんやとこら。殺すぞアホンダラ。そうじゃねえよ、俺の夢ってなんだろうってずっと考えてて、やっと分かったんだ。どうせなら自分の好きなことをやりながら生きていきたいだろ。だから俺決めたんだ。ここにはとてつもなくすごい人がゴロゴロいる。地元に残って新しいチームに入っていろんなことを勉強したいんだ。自分の得意分野なら誰にも負けないような頂点に立つドライバーになりたいんだ。知ってるか、近頃話題になってるホームページ。俺知ってるぜ、挑発的だよな。よほどの自信過剰か、イカれてるか、どっちかだぜ。それ愛世界病院って言うんだ。本当に来るのか、愛世界病院。近頃じゃねえだろ。なわけねえだろ、プロジェクト D だ。どうやら本当らしいぜ、トール。関西エリアがどれほどのもんか知らねえけど、俺たちを舐めてかかると痛い目に遭うってことを教えてやろうぜ。